ファーレンハイトか。久しいな。アスターテ海戦以来だと思うが。よい。我が提督の列に加わるがよい。主君の遺体を手土産に降伏するとはな。軍よ、軍よ、呼べ。遅い。力不足ながら私がお供いたします。もうすぐ医者が来る。こんな傷すぐに治る。治ったら姉上のところへ勝利の報告に行こう。やだ、俺はそんなこと伝えない。お前の口から伝えるんだ。お前自身で。キルヒアイス、キルヒアイス。ダメです、亡くなりました。キルヒアイス。ですが正直なところ、コウにあれほど脆いところが終わりだとは思いませんでした。ローエングラム公には立ち直っていただく。いや、いただかねばならぬ。あの男にしてもローエングラム公あってこその自分であることを承知しているだろう。ケーラの討議も長い割になかなか結論が出ないようだな。それは我々も考えたが、そちらは私に任せてもらう。帝国宰相リヒテンラーデコー可能な限り迅速にオーディンに戻り、リヒテンラーデコーを逮捕し国事を奪うのだ。今まで同格であった者の家風におめおめと立てるケーラではあるまい。この機に宮廷内に潜むローエングラム公の敵を一掃し、聖の全権力を奪取する。ことは急を要する。湖でもどこでも降りられるところに降りるのだ。わしは帝国宰相だ。ケーラの上に立って皇帝陛下を保湿立てまつる身なのだ。昔はそういうものもあったようだな。だが結局実力あっての権威。ローエングラム公の軍隊以外にこれほどの人数がいるはずがないでしょう。閣下、オーベルシュタインです。帝都オーディンより通信が入っております。出ないのならお会いください。閣下、私はあなたをまだ見放してはいません。そう、私たちはお互いの他にもう何も持たなくなってしまった。私には過去があるだけ。でもあなたには未来があるわ。でもお別れの前に教えてください。私は今まで多くの血を流してきた。これからもそうなるだろう。